お水飲んで戻ってきて、なんか急ぎの連絡とか来てっかな、あ大丈夫大丈夫つって来てないわ、準備しようつって準備したりとか、うん、そんな感じ。だいぶマイペースに過ごしてんね、朝はさ。絶対気づいてたよ。3分前ぐらいからもうダダこねる準備しすぎてて、私の話全然聞いてくれへん。もういい。もういいよ。話聞いてくんないんであれば。はん。じゃあもう。こちらとしましても、そんなにダダをこねたいのであれば、なんか、じゃあもうこねればいいんじゃないですか？まだ1分早いですけどね。ね。早いけどこねれば、好きなだけこねればいいじゃないの。ね。こねてみなさいよ、ほら。ね。なんなの？はい、8時ですよ、ほら。こねなさいよ。ね。ほら、もう私がこの画像出したらもうみんなどうしようもないんだから、抗えないだろうがよ。え？ん？どうなわけ？ね。無理でしょ？綺麗になって本当でどうしてくれんだ、なんで怒ってんだ、怖えよ、怒るな怒るな。それではスパチャ読みを始めますので、雑談だけ聞きに来たよという方はここでお別れでございます。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォロー、通知のオンしてくれると嬉しいです。さよなら。はい。ね。いや、まだ通勤通学の途中なんだ。俺は今、暇なんだっていう方は、もうしばらくのんびり眺めてください。